リトルロック・ユニオン駅はアメリカ合衆国アーカンソー州リトルロックウェスト、マーカム・ストリート1400にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れているリトルロック・ユニオン駅の3代目駅舎は1921年に開業した初代駅舎は1872年から1873年にかけてカイロ・アンド・フルトン鉄道によって建設された その20年前、1853年に、衆議会はアーカンソー州の北東から南西を通る鉄道を建設するために許可を与えたが、工事は資金調達のトラブルや南北戦争のため遅れた。カイロフルトン鉄道の木造駅舎は1階に、待合室、切符売りはダイニングルームがあり、2階は後に、ホテルが入居した。 1874年にカイロフルトン鉄道とセントルイスアイアンマウンテン鉄道が合併により発足したセントルイス・アイアンマウンテンサザン鉄道は1906年初代駅舎を解体してコンクリート基礎を持つルネッサンスリバイバルとゴシックリバイバル様式を取り入れたロチアと時計塔を持つ新しいレンガ作りの駅舎を建設したその13年後 2代目駅舎は火災により、外壁や時計塔の一部を残して消失した。セントルイスアイアンマウンテンサザン鉄道を合併したミズーリーパシフィック鉄道は再建を固く約束した。三代目駅舎はリトルロックに乗り入れる3つの主要な鉄道の共同使用駅として意図し、駅舎はユニオン駅として知られるようになったが、結局ミズーリーパシフィック鉄道のみの共用となった。 メインフロアには人種別の待合室、切符売り場、ダイニングルームがあった。アムトラックは1971年5月1日に営業を開始した時リトルロックに乗り入れず、1974年春にフォートワースからセントルイスまで旅客列車が北え、延伸されるまで当駅を通る旅客列車はなかった。当時、ミズーリーパシフィック鉄道は駅舎を売却し、 アーカンソー州出身のジョン・ベイリー氏が購入した1991年まで多くの所有者を経た。駅舎は機械設備、電気設備、屋根などの大規模な改修が必要であり、工時、雨漏りにより上層階は水やゴミが入り、壁にカビが生え、床が腐った。アムトラックの停車する列車は下記の通り、南行列車はシカゴ出発便はサンアントニオで、 サンセットリミテッド号と並結され、ロサンゼルス行きとなる。シカゴとサンアントニオ間は毎日運転。北港列車は、ロサンゼルス出発便はサンアントニオまで、サンセットリミテッド号と並結され、同駅で切り離し、サンアントニオからシカゴ間は毎日運転。当駅から乗車できるバスは、以下の通り、ありがとうございます。